従来発表。これやばいっすよ。やっとだよ。やっと出せるわ。僕たちね、皆さんに内緒でちょっとあるものを作ってたんですよ。で、まあ、僕たちと言ったらやっぱストーンズ、ジャニオタじゃないですか。はい。これジャニオタで他でいるのかな、これをやってる人が。いや、いないんじゃない、まあ、僕たちは今から出すものをドーム用に作らせていただいてね。お、スキーム用。早速ね、見していきましょう。おぉ、まあ、一個一個見していこう。そうだね。そうだね。はい。まあ、それぞれね、一個。一個ずつね。とりあえず一個ずつ。大変だったよ、これ。まあ、ちょっとわかるかな、見てくれてる人はわかるけど、これ今回、慣性の法則を作った背景の元となったやつです。要はまあこれが背景ですよ。まあ、何をするか。まあ。じゃあ、こっちで何を作ったか。こちらになりますね。はい、おーおー、ストーンズの連結パネル。作るの大変だったよ、マジで。もしかしたらストーンズはいるかもしれないね。だ、そうだね。こちら。これはね。続きまして。はい。ゴリラカスでゴリラ。しーちゃん。ショマの方でね。はい、ね、はい、オッケー。次こちら、擬人化もやしナムル。もやしナムル。ただ初めてございます。そしてこちら、トマトより北斗。はい、あ、左、上だね。そうだね、そこだね。次こっち、角刈り、はい、乾麺、はい、コーチユーゴ。ユーゴです。はい、コーチユーゴ。はい、これですね。次こちら、目を閉じても聞こえるセクシーボイス。最後こちら、はい、本当はパーより時が。ジェシーでございますね。普通に貼ってるけどさ、大変だったんだから。そうだね。そう、マジで。いや、これめっちゃ大変だったよ。マジで大変だったからね。いや、これ手を抜こうと思えばいろんなところ手抜けたけど、そう、手を抜く、ね、全部紹介したよ、そのなんか手間あったとこ、ね、いや、ぶっちゃけ文字パネ行けばさ、売ってるわけよ、これ。欲しいね。でも俺らは全部手作りだからね。そう、まあ上が余ってるじゃないですか。横もね、ちょっと隙間があるし、まあ、これだとちょっと分かりづらいんで。かわいい。かわいい。ストーンズといったら。いいよ、いいよ、いいよ。形できてきてるよ。ただまあ誰が誰だか分かんないという人もいるんじゃないかな。はい、そんな人のためにね。はい。いいじゃん。今回こちらを作らせていただきました。見たことある？これ。全員の連結。俺男4人でドーム行ったらやばいでしょ。どっちからね。あいつらキモいって言われるか、すごいって言われるか、どっちから。どっちも言われるわ、でも多分。これでキモいって言われたら、まあ、作らない。もう疲れたの。てかもう作んないよ、もう疲れた。もう疲れちゃう。汚れるし。そうだね、うん、みんなファンの子たちって多分電車とかでしょ、ライブ会場行くの。俺らこうやって持ってくるの。俺らこれ電車会場、電車会場。なんだよそんな会場。電車会場すぐ終わっちゃうじゃん。3人で本当に広島行ってる間に。こんにちは。え、すごい。そうです。赤い羽募金お願いします。え、すごい。よかったら写真お願いします。ちょっと合言葉があるんですけど、そしたら写真撮れるんですけど、動画見てくださったら分かるかな。あ、よかったら写真撮ってください。え、いいんですか。いいですよ。おめでとうございます。いいです。いや、いいです。撮れ、いいです。撮れよ、撮れよ。で、待ってほしいんだよね。そうそうそう、今デモンストレーションです。そうそうそう、これをドームに持ってくんで、ぜひ皆さん写真を撮ってください。撮ってください。俺らこれライブ入るじゃん、ジュリたち出てくるじゃん、ライブしてんじゃん、パーサーもらうじゃん、俺らこれあげるから。でかっ。でかっ。ということでね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。そう、拳上げて、せーの、3